あ、マジっすか。僕も22の時の泣きスポット。どっちから行きますか。俺から行こうかな。あ、じゃあ大石さんから。俺もう上京してるんで、その時には。あ、東京いる、ま、そう、なので俺も東京います。あ、マジで、うん、東京のじゃあスポットを紹介しますね。まあこれもう皆さんまあ、僕も神社なんですけど何この二人神社によく出没してるんですか。すげえ神社いるじゃん。はい、もうご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、はい、大鳥神社、目黒の大鳥神社。あー、聞いたことある。すごく有名な神社。お、すごい、聞いたことありますね、大鳥神社って。はい、でこれね、うん、ちょっと隣見ていただいたら分かるんですけど、これヤマハ音楽振興会ってあるじゃないですか、はいはい、で僕ここ事務所だったんですよ。へー。事務所兼、うん、下にレコーディングスタジオがあって、はい、とかリハーサルスタジオとかがあって、うん、バンドの練習とかバンドのレコーディングとかよくここでやってたんですよ、はい、でその隣のその大鳥神社で、うん、僕よく休んだりしてたんですけど、うん、何が泣きスポットかっていうと、はい、僕やっぱ当時サウンドスケジュールっていうバンド組んでた時、はい、もう本当にセンシティブな人間だったんですよ。あ、まあ若いしね、その頃のおじさんは。家で爆弾作ってそんな目してるってよく言われてましたけど、はいはい、あれは要はその自分の心を守るために尖ってないといけなかったっていう、そんな時代だったんですよ、まあ、22歳。アーティストさんだしね。そうそう、うん、で、よく、まあ、これ今だから言えますけど、はい、レコーディング中にとかリハーサル中にメンバーとちょっと喧嘩というか、まあまあまあ、倹約なムードになったりとか、はい、あとプロデューサーさんにバチボコ怒られたりとかしてたんですよ、はい、でそれでもちょっととぼ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 ここ歩いて、うん、で、あ、ちょっとストリートビューで行きましょうか。お願いします。はい、事務所から行きますか。再現するんだ。なんか切ねえなここ事務所です。この目の前にあるのが、あー、いいところだ。でここによくね、僕らのポスターが貼ってありました。でこっから横にこっちに歩いて、これ駅前っすよね。駅からね、いや10分ぐらいかな。あ、そっか、遠いか。今こっちが山下なんですけど、はい、これを回れ気味し、ね、右したら、うん、ここに大鳥神社があって、はいはいはい、でここまでもう徒歩1分なんですけど、はい、歩いてきて、はい、とぼとぼ来て、とぼとぼ来て、あれ行かないな。あ、こっち行かないんだ。そっから反対越し見ればいいのか。反対越し見たらいいのか。ありますね、大鳥神社ですよね、はい、ここ絶対入れなす、入れちょっとなんか大鳥神社にめちゃくちゃ大鳥神社に前にいる結界張られてますね、大鳥神社になかなか入れない。あ、でも 入れた。あー、やっちゃいけない。あー、すごい。ここの中の、はい、本当はね、怒られちゃうんですけど、うん、この石段のところに少し 座らせていただいて、うん、あ、もうまさにここですか、うん、そう、はい、で、ここでずっと泣きながらうちの母親に電話してましたうわ、めっちゃ、ほんとまさにここなんですね、うん、でもしかも泣きながらって言うけど号泣なんですよ。嗚咽するぐらい。いや、もうお母俺ダメかもしらんって言いながら催眠術かかった時のおじさんみたいなここでずっと泣いてました、僕。そのレベルなんだ、うん、いや、でもそういう目黒なんて結構通るじゃないですか。通る通る。そのたんびに、あの時そうだったなって思い出す感じ。そう、切なくなるんですけど、でもなんせ今ポルシェ乗ってるじゃないですか確かにね。で多少はね、なんか守られてる感じというか、あ、ここまであの時代があったからここまで大きくなれたんだなとか、うん、そういう風に思えるようにはなってきましたけど。なるほど。でも当時は相当真剣に悩んでたんで、はい、いきます。3本目。おお先生、これ確認してもらっていいですか。はい。あんなもんじゃダメだなかっこいい。ダメだ、腹立つわ。自分の結果に絶対満足しないんで、僕。悲しいことがあると開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。